みんな俺たちに手振ってんのかな。5分くらい休憩してから行くか。やばいね。あ、ぶつかった。ぶつかった。あ、当て逃げ。逃げる。逃げるの？逃げる逃げる逃げる。112インサイト。ん？クラクション鳴らしたのね今。逃げる。追いかけっか、うん、無糖化だ、うん、え、ぶつかったよね。ぶつかった。気のせいじゃないよね。ぶつかった。逃げる。追いかけっか、うん、無糖化だ、うん、え、ぶつかったよね。ぶつかった。気のせいじゃないよね。ぶつかったよ。あ、乗ったか。当て逃げですか。逃げましたよ。あ、インサイト。どこ、どっち行った。そうだよ。え、どっち行った。こっち。まっすぐ。多分。これ前の前じゃね。うん。取れないわ。バカじゃねえか。気づいてねえのか。いや、そんなわけない。気づいたよ。曲がった。うん。あっち曲がった。最後先。ん？あっち曲がったよ。曲がった。ここら辺曲がったね。あ、でかいもんね。あいつだ。あいつだよ。警察だ。警察だ。ここら。あ、止まりそう。あれ？違うんじゃね？違うね。フォレスターじゃないね。違うね。これじゃねえ。これじゃねえ。インサイドあったよね。インサイド。行かせて。手前は曲がったか。あ、逃げちゃったね。逃げちゃったね。どうする。まあ、バレね。あれだね。え、いや、違う。4631。いや、これえだよね、うん、もしかも持ち主乗ってっし。わー、くっそ、逃がしたか。逃がしたかもね。逃がしたね。ナンバー覚えてますかって聞いてみれば、さっきの人に分かったろ。多分速攻曲がったんだろうね。だって国道出たらいなかったもん。およそ3キロ先、そこら辺止まってきたもん。いや、速攻逃げれる。あの感じじゃやっぱり。でも止まってたらミス何が追ってくるか分かんないし。さっきの人いるかな。いや、いると思うよ。ていうか、速攻追いかければよかったんね。警察電話してたね。え、警察式電話してっかな。うん、さっきの人はいるかな。警察呼んで。あれ、違う、違う、チープだ。戻ってきたね。なんか追われてると思って逃げたきたんかな。あいつだったら困るね。あいつ、あのジープ多分なんか勘違いしたと思うよ。俺が喧嘩売ってきたって逃げたんじゃねえよ。
の辺り曲がったと思うんだよな。わからんと。え？わかんねえな。うん。逃げたな。戻ってきたかもしんねえしね。今の様子見に来てっかもよ。いや、気が変わって自首しに戻っているかもよ。テンパって逃げちゃったんだ。うん。だね。電話線に行けるぞ。うん。ライト割れた。車走らないですか。ん？後ろの車戻ってきた。チープも専門入ったね。やっぱ奥さんか。あ、そうですね。はい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 。あの辺左曲がってどっか行きますかね。はい、向き合います。すいません。はい、いやいや。あ、相手のナンバーとかわかりますか？普通あの状況で逃げるか？ 99% 捕まるぜ。ナンバーわかんねえな。4631。てかあのジープに聞いたらさ、案外してたりしてな。聞いてみっか。黒だっけ？うん、黒っぽいインサイトだよね。入る？ん？うん。あ、すいません、すいません。聞けばわかんのかな。いやー、まあ、そこまで見てるかどうかやな。追いかければよかったな。見てないって言ってたな。てか今の車酒くせんだけど。やべえな。いや運転手は飲んでないんかもしんねえよ。まあ分からないけど、自信みたいな。ん？検問とかせんやりですか。うんうん。最悪だろ。当てなって。土浦ナンバーって書いてある。茨城あるか。一人で。何時間？時間こっちなの、うん。かわいそうな人だ。運が悪いんだ。もし俺が犯人だとしたら、ここを左折する気がするな。うん。そこ曲がっておいてね。うん、うん、だよね。てかまあ、俺が犯人だったら絶対逃げねえけどね。逃げた方がよっこっちも重くなっけ。だってこれ逃げなきゃさ、別にそがん重いことにはならんと思うぜ。警察電話して、あと保険屋と電話してやっけね。うん。それだけ休むっけ。私もね、高速道路で当てられた。うまい。
当て逃げなんだよ、うん、お母さんも帰ってきたらさ、ぺっちゃんこじゃないけどなんかボコッとしてたから、あ、これ当てられたとか言って、うん、でバックしてたんだ。あれ作った方がいいやんね。そうだそうだ、ね、なんかだカメラみたいにつけてた方がいいよ。駐車監視か。うん、俺は自宅でぶつけられ、原神でぶつけられ、しかし相手が逃げずに謝ってきたから金をもらったという。いいな、いいなじゃねえな。そして直さない。何使った、何使ったの。あとセブンのカメラに映ってかもしんねえしね。あ、それ言えてる。例えば車のナンバーが映ってなかったとしても、この犯人の顔とかさ、映像は多分、あ、多分残ってるよ。残ってるよね、うん、残ってるよ。あの時間多分時間帯線ね、うん、分かれば左方向です。まあ捕まるわ。そうだね、10m 先、左方向です。とか言って俺の方が有名かもしんないけどね。左方向です。続いて右方向です。俺だったら鬼の勢いで追いかけるけどね。右方向です。私ハイエースの前を走ってたジープは見てないって言ったからな。およそ 300m 先、左方向です。まあ、黒っぽいインサイトってのは間違いないよね、うん、でも色黒とは限らないよね。紫かもしれない。黒だよ。いや、わかんねえんだよ。わかんねえのか。俺の車だって黒にしか見えないじゃん、うん、実は黒じゃないんだよ。左方向です。しかもこの黒ついてるかもしれないですね。え、ケツの方にさ、色がさ、車にさ、うん、およそ2キロ先、目的地周辺です。およそ600m 先、右方向です。なんか警察来てるからな。すぐ来る。まあ警察も多分近いだろうし、犯人も遠くは見てるかもしんねえし。あ、いるね、警察。あ、いるね。いた。うん、いるいる。右方向です。続いて、右方向です。見ましたって言うんだ。僕見ましたって。およそ200m先、カメラ確認して。右方向です。
一段する事故の時相手黒っぽいインサイト7は間違いないですね。黒っぽいインサイト、はい、ホンダインサイトは間違いないですけど、色が黒っぽいけど、いや、インサイトだと思います。エンブレム、エンブレムとかどういうの見たの？いや、見てないですね。でも、また3人乗ってて、3人ともインサイトだって言ってるから、なるほど。確かに、後ろの窓とか特徴的ですね、インサイト。古いことあるからね。あー、なるほど。全部見たな。私のやつだと、本当に分かりやすいっすよね、インサイト。多分、初期型かな、うんうん、多分、ナンバー4631だと思うんですけど、4631はっきり見たわけじゃないから、分かんないですね。ありがとうございます。でも、一人追いかけたんですけど、全然、一人追いかけたんですよ。あ、ちょっと、かけてみたんですけど。あ、はい。曲がったとかはなんか、まあ、わかんないけど、曲がったとは多分全然いなかったから、多分なかったと思うんですけど、でも向こうからフル加速してきたかもしれないし、カチーとはわかんないですね。4631、多分可能性がある、はい、まあ見間違いでなければ気がつくよく見えなかったんで、まあそれぐらいの、しかも向こうから見えてたから直したのかな。一番だとね、誰とかで使ってればね、大概分かるもんだけど、俺が知ってると、本当に危険になります。ええ、ごちそうさまです。どうもありがとうございます。だけ伝えて。車トイレとか大丈夫？うん。え、何があったら根源になるの？それはどこか。タイヤも外れてるし。足曲がってんだよ。家ここじゃねえよな。ね、またお前かってなるかもよ。え？つけてるよ。あ、クマ！クマだ、クマ！どこ行った？クマだったね、完全に。うん、クマだった。